埼玉県高野市東2丁目付近埼玉県桶川大和坂田付近大宮バイパス日の出交差点付近大宮バイパス沿道の広告看板開通直後の大宮バイパス上尾市役所付近大宮バイパスは国道17号原道のうち埼玉県埼玉市北区宮原町の東、大成町交差点から道県高野市三田の三田交差点までの区間の名称である 旧国道17号である、埼玉県道164号コーノス、桶川埼玉線のバイパスとして建設された。国土交通省では、大宮コーノス間のバイパスを意味する。しかし、旧道が降格されて、この道路が現道となってから長い年月が経過している上、さらに、大宮の北部まで、新大宮バイパスが、新しいバイパスとして完成し、三田までの間も、 アゲオ道路が順次建設、開通しており、一般にはバイパスの故障は過去のものとなりつつある。大宮以北は1935年にはすでに群馬県境まで舗装は完了していたが、昔ながらの中線道がそのまま使われていた。戦前に振動ができなかった、この区間は高度経済成長によって自動車の増加を見込み、中線道に並行して、 片側に車線の高規格道路を建設するに至った。総工費約15億円を投じて1958年から1963年にかけて大宮市宮原町から河野市大和三田までの全長1 9トルの区間が開通し、この振動が大宮バイパスと呼ばれる。また、この振動を中線道、旧道、を旧中線道と呼ぶことになった。 その後の国道、都道府県道の指定、海底の兼ね合いもあって、旧中線道が国道から県道に格下げされ、振動は原道となり、現在の国道17号はすなわち大宮バイパスのことのみを指す。開通当初は中央分離帯は設置されなかったが、交通事故への対処から1974年に設置工事が行われている。歩道は当初は、 市街地のみに設けられていたが、沿線の市街化の進展により、交通安全対策事業として全区間に拡大され、1967年、完了している。なお、三田交差点から吹上バイパスまでの袋交差点までの間は、原動を拡幅して1966年度に、完了、大宮から吹上まで連続する4車線道路が、完工している。1967年に、 吉野町 IC から笹目橋、東京都練馬区への国道17号バイパスが開通する際、大宮以北の蒸気の区間で、大宮バイパスの名称が、すでに使用されている。また、大宮以南の1934年に全線、開通した新国道は、中線道のバイパスである、等の理由から、新しくできた道路は、新大宮バイパスと命名された。 沿線自治体の基幹道路であり、他に大きな道路がないため、深夜を除いて、平日休日問わず全線の至るところで渋滞する。特に、埼玉県道51号川越上尾線と交差する、上尾市の上尾運動公園交差点は、朝夕の渋滞が大変激しく、ラジオの交通情報でしばしば案内される。上尾運動公園交差点はたびたび改修されており、 国道17号は、大宮方面が右折帯を延長した実質3車線、熊谷方面は左折帯もあり、県道も国道17号放流側の車線数が多くなっているが、それでも毎日渋滞する。旧中線道の大宮地区のバイパスではあるが、17号の県道であるため現在では、大宮バイパスは必ずしも一般に普及した名称ではない。 大宮以北の並走道路は旧中線道であり、大宮バイパスの区間を指す言葉としては国道17号で足りてしまうことから道路行政以外で大宮バイパスという故障を用いることは極めて稀となっている。地域住民は大宮バイパスの正式な別称である中線道と呼ぶこともほとんどなく単に17号と呼び逆に正しくは 誤りとなったが、旧中山道を今でも中山道と呼んでいることが多いようである。実際の歴史や剣道164号河野す、桶川埼玉線上の宿場跡に当時の建物が残ること、宿場に関連した伝統的な祭事もこちらで行われることなどから、もともとは中山道でない大宮バイパスを中山道と呼ぶことが定着しなかった。旧大宮市から、 高野巣市にかけての沿線住民は、昭和前期以前に生まれた世代を中心に、現在もバイパスと呼んでいる。しかし、旧大宮市では、バイパスは新大宮バイパスを、高野巣市北部では、バイパスは熊谷バイパスを指す場合もあり、世代の違いや、居住地などで、同案内等で支障をきたす場合もある。平日24時間交通量。ありがとうございます。